こんにちは、渡辺理香です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。出版に、ね、至る、まあ、最速の方法ということについて今回お伝えしたいんですけれども、一番いい方法は何かっていうと、やっぱり出版社の編集者に会ってお話ししてみることです。お話を聞いてみたりすること、まあ、これが一番いいかなってやっぱり思っていますね。で、そのためにはやっぱり出版企画書は絶対必要です。いきなり会いたいって言って会ってくれる人たちでもないですし、そういうことをするのが仕事ではないので、やっぱまずは出版企画書なんかをねちゃんと送ったりとか、出版企画書を通じて人の紹介を受けたりしながら編集者に会っていくっていうような方法もありだと思います。実際にいろんなねつてを頼ってで編集者に会えて一度お話しする機会を得たっていう風にな出来事っていうのをね、お持ちの著者の方々であったりとか、まあ、出版をしたいなと思っているビジネスパーソンっていうのはそういう状況に出くわすことっていうのも往々にあるんですけど、そういう人はねすごくラッキーですね。とってもラッキーなんですよ。どういうことかっていうと、やっぱり現場の編集者が今やっぱりどんな本を求めてるのかとか、今どんな、テーマやジャンルっていうのが売れる市場、売れる本作りとして必要だから、まあ、こういうテーマだったらいいかなとか、こういう内容だったらすごくいいかなとか、あと編集者自身がなんか興味を持っているテーマやジャンル、あるいは著者さんであったりっていうような、まあ、そういう情報をねうまく聞き出すことができるとすれば、その情報をもとにねあなた自身も何か企画に落とし込んでいったりとか、企画書を、より良い形で作っていくことが一番できやすいかなっていうふうに思います。やっぱ編集者の話を聞いてみるってことですね。自分が出したいなって思っているテーマ、自分が本にしたいなって思っている内容、これが本当に本として、商業本として作ることができて、さらに売っていけることが本当にできるのかどうか、商品として通用するのかどうかっていうことを現場の編集者から聞ける機会っていうものをですねちゃんと作るっていうことができると非常に早いと思いますね。はい。で、ただねやっぱ編集者、特に出版社の編集者はなかなかお会いすることはできません。はい、先ほど申し上げたように電話かけてねお会いしたいんですけどって言われても会うことが仕事ではございませんので、そういうなんかねコンサルとかね出版相談みたいなことなんてどこの出版社の編集者もそんなサービスないしやってないので、基本的にはメーカーの人間ですから、そういうことをね特にいや何ていうんですかね、門戸開いてやっている世界ではやっぱりないわけなんですよね。まあ、だからこそ、まあ、私のようなね、元出版社の編集者であったりとか、元出版に勤めていたやっぱり人間の話っていうものを機会があればやっぱり聞いていただきたいですし、そういう人の話をねちょっと聞いてみたりするって、まあ私もやっぱり出版相談っていう、まあ、セッションやってるんですけれども、そういうような機会があればぜひともちょっと利用していただくのもいいかなっていうふうに思っていたりはするんですけれども、まあとにかくですねやっぱり現場の人に聞いてみないと本当に自分の考えてるのって本にできるのかなとかっていうのってやっぱ分かんないわけなんですよね。で、して大変申し訳ないんですけれども、ご自身でこう考えている出版の企画とか本にするネタっていうのは9割、その通り思い通りに本は作れないし、思い通りの本になることはありません。はい、これは私自身も、編集者時代、会社員編集者時代からそうだし、今も出版のね、コンサルティングやプロデュースなんかやっててもそうです。基本的にご相談をねいただいたビジネスパーソンの方、企業家経営者の方がなんかこういうふうな考えで本出したいと思ってるんですっていうようなお考えを聞いて、あ、それいいですね、じゃあそれで本の出版企画書きましょうかっていう感じで本になったっていうことはもう9割ないです。大体が、大変申し訳ないんですけれども、大体が一旦否定させていただく形が多いですね。
それは気持ちはわかるんですけど、それだとちょっと売れる本になりませんね。出版社として商品として作れる本にはならないかなっていうような話になることはもう往々にして多いかなっていうふうに思いますね。もうそれが本当8、9割方あるかなというふうに思います。まあ、それぐらいですね。やっぱり、ビジネスや実用書の商業本っていうか、商業的な商品として本にしていく本作りっていうのはやっぱちょっと専門業なところがありますので やっぱ申し訳ないんですけど、何も本作りとかそういう仕事に携わ一切これまで携わってきたことがない人がですね、やっぱりいきなり出版のアイディアに似たや企画を立てようっていうふうに思っても、なかなかうまくいきづらいところはあるかなっていうふうに思います。で、それは、で、そこに、だ、なんていうんですか、そこに、残念だって思って、それで諦めないで、じゃあ、こういう切り口で逆にどうだろうっていうふうにね、そういうふうに現場の意見聞いて、じゃあ、こういう切り口どうですかとか、こういう、形で私は、コンテンツを出すことができるんですけれども、どうですかっていう話をしていただきたいかなっていうふうに思います。往々にして私もすごくよく話聞いてて思うのが、やっぱりね、人間はね、拒否されてしまうとすごくショックを受けちゃうんですよね。自分が考えてることや自分がこれがいいんじゃないかなって思うような思いや考えっていうものを拒否をされてしまうと、だいたい落ち込むし、だいたいがっかりするし、だいたいって思うし、なんか自分の思ってたことと違ってて悔しい思いになったり、なんか怒りが吹き出てしまう方なんかも時々いらっしゃるんですよ。呆れる方なんかもいらっしゃいますけどね。なんですが、ただすごく分かっといてほしいのは、やっぱりね、出版の世界でやっぱ本作りとして、商品をね、作る上で、やっぱりこういう気持ちは分かるけど、それだと過去売れなかった本がたくさんあるので、その同じ鉄を踏みたくはないんですよっていうような意見だと思って、現場の編集者とかの意見をね、聞いてもらえるとすごくありがたいかなっていうふうに思います。ではもう何十万何百万冊というふうに本が出ている中で、売れている成功体験もあれば、正直これ売れるかなと思ってね、出しても売れなかった本っていうのももう5万とあるわけなんですよね。じゃあそのなんで売れなかったのかっていうのも、実はですね、一つ一つもうセオリーがある種整ってるんですよ。セオリーがある種整っているので、編集者が、お話を聞いて、あなたのね、お話を聞いて気持ち分かりますけど、そのテーマだとちょっと本にしづらい。まあ、こういうテーマだったら別のテーマ切り口でだったら本にしやすいけれども、それであなた書けますかって言った時に、自分がそれを書けるコンテンツがあるのか、それを書けるだけのステータスっていうのをちゃんと築き上げているのかっていうところがすごい大事になってくるかなというふうに思います。はい、ということで、やっぱりね、一番いいのは現場の編集者に聞くこと。だからそういう会える機会っていうものを作っていくっていうのも、本を出したいなと思っているビジネスパーソンのあなたにおいてはやっていかないといけない、まあ、ある意味お仕事っていうか活動かなっていうのもありますので、ちょっとシェアさせていただきました。本日は以上です。どうもありがとうございました。